はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は10月の25日で水曜日です。空はね、曇ってます。体がだるい。なんか寝違えたかも。寝違えたんか肩凝ってるかわからないですけど、体が異常にだるい。昨日ね、もう一本の動画がね、急上昇ランキングに載ったんですよね。確かご報告動画だったと思うんですけど、その動画がね、急上昇35位ぐらいだったと思うんですけど、そこに載ってました。ありがとうございます。急上昇に日本も乗るっていうことは、まあほぼほぼないんですけど、嬉しいことです。純ちゃんのね、足もね、だいぶ良くなってきたと思うんですよ。昨日の夜なんかね、走り回ってたんですよ。まあ走るなって言ってるのに走り回るんですよ。ねえけいちゃん、昨日走り回ってたね、純ちゃん。あと2、3日はね、ちょっとね、おとなしくしててほしいんですけど。あとね、まんまるチャンネルがね、11万人に行きました。ありがとうございます。これもね、皆さんのおかげです。まあ、感謝しかないです。今日はね、帰ってね、時間になったらもうすぐコーヒー買いに行きたいと思います。昨日の夜からね、コーヒーが切れてね、どうもね、落ち着かん。ほんまコーヒーないと落ち着かんのですよ。という感じです。純ちゃんの腎臓についてね、あれね、下げたいんですよ。正直。で、何をしたら下がるかっていうのがちょっといまいちわからんのですよね。結構水って飲んでるんですよ。で、おやつもほとんどあげてんでしょ。で、フードはロイヤルカナン選んでるでしょ。まあ、腎臓用ではないですけど、ロイヤルカナンの普通のやつあげてるんですけど。じゃあちょっと買い物行ってくるわ。ちょっと待ってて。キュウちゃんもちょっと待ってて。ハトもちょっと待ってて。待ってたー。待ってたかー。ケイちゃん待ってた。ケイちゃん、ジンちゃん帰ったよ。ジンちゃん、カムシ。はい、買い物から帰ってきました。今日もね、もうコーヒー買いに行っただけだったんですけど、そんなには買ってないんですけど買いました。はい、コロッケ5個で125円、普通。
ニラ。これがね、98円。これ安かった。小松菜。120円ぐらい。普通。鶏肉、もも肉が、275円。普通。はい、あの豚肉のでっかいの、798円これ普通。はい、食パン8枚切り100円、普通。エクレア安くなってました、78円、普通。しめじ100円高い。えのき100円普通。なめこ、これちょっと初めて買ったんですけど、生なめことかいうやつです。これがね、あの70円ぐらいでした。安かった。白菜、ちょっとねスカスカなんですけどね、128円高い。はい、大根、これが160円ぐらいでした。半分で160円。これちょっとでかいの選んだんですよ。ほんまやったらもっと半分やったんですよ。これの半分ぐらいで160円ぐらい。これちょっとでかいのがあったんでこれを買いました。高い。はい、今食べたかったね、これ。今川焼き。3つ入ってて、198円。ほんまはね、268円って書いてます、これ。ちょっと高いんじゃないですか。はい、あの、豆腐20円。普通。あとは、追いがつお、つゆ。これがね、250円ぐらいでした。普通かな。あとアイスコーヒーが1本100円です。3本。で、こっちが、このお菓子が160円。舞茸100円。アサメ120円。ボディーソープ200円。純ちゃんの缶詰。コーンの缶詰100円。牛乳1本200円。もう1本。はい、今日はこんな感じです。今日は全部で4500円ぐらいですね。結構買いましたよね、今日。それやのに4500円でした。まあ、お得な商品って別にないですけどね。これちょっと楽しみ。なめこ。これがね、なんかね、あの、大根おろしと食べろって書いてたんですよ。生なめこって書いてたんですよ。生ですよ。ようわからんけど。でね、この、これ今川焼き、これがもう今食べたくて買いました。はい、こんな感じです。ジェンちゃん帰ったよ。いっちゃん。あ、待ってたか。待ってた。はい、今日はこんな感じです。
純ちゃんも買い物終わったんですけど、出てもらえますか、純ちゃん。はい、今日のご飯ができました。今日のご飯は豚丼、鶏肉、これはもう味付いてたやつです。これと味噌汁です。これ鶏肉なんか味が付いててね、なんかハーブの味が付いてるんですよ。まずい。こっちはもう豚肉なんで、ね、美味しいと思いますけど、はい、こっちは美味しいです。味噌汁、味噌汁はこのえのきとしめじを入れました。普通にねコクがない味噌汁です。はい、今日はこんな感じです。やっぱりねこれもうね味ついてあるやつはね美味しくはないです。ハーブの味で、はい、今日はこんな感じです。